テトラゴン怪獣トーク第6回目カウントどうぞ。うわ、ちゅ。ヒッピーのじいさん、元は素敵な父さん、だけど会社が倒産。今時のブルース今度の決算が最後で破産。はい、さよならご苦労さん。絶対許さん、まだ子供は中3でも組合も解散。人生積んだ次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 だ、人生もう一度があるかもしれないね。ヒッピーのじいさん、家族はバラバラ、金なきゃボロボロ。今時のブルース着物はビリビリ、喉はカラカラ、公園うろうろ、あてなくどん底、心はぐちゃぐちゃ、でも意外と先生モダンガール、ヘイヘイ、おいらとどろ。次だ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 、人生もう一度があるかもしれないね。ヒッピーのじいさんでした。次の曲は松川くんのペンによる Walking on the Rainy Day という曲をやりたいと思っていますが、これを見ていらっしゃる方でまだライブにご参加になってない方もいらっしゃるかと思います。この曲でですね、我々はおひねりを頂戴するというコーナーになっておりまして、そのおひねりの渡し方、ここですっていうこういうタイミングをちょっと先に先にというか曲中でお見せしようと思ってますので、どうかそのルールにのっとって、やっていただけるとありがたいと思います。ではやってもいいでしょうかね。どうぞ。
こです。ここで皆さんご注文ください。おひねり来ましたよ。あ、すごいです。ここで名前を名乗ってください。で、何さんですか。あ、熊本の高こちさんからおひねり頂戴しました。いただきました。高こちさん、南阿蘇の高こちさんいただきました。それではいきたいと思います。Walking on a rainy day、 たかこっちさんいてくれる。めっちゃ字余り。たかこっちー、たかこっちー、たかこっちさん。さあ、次は誰だ、次は誰だ。あ、いや別に映ってもええんちゃう。なんでみんなしゃがんでっこやなあかん。ありがとうございます。お名前はすみこさん。ありがとうございます。今いただきましたすみこさんなんですけれども、メンバー全員の視線はですね、今しゃがんできたんですけども、ここ全員の視線が集中してしまいました。胸元に。胸元に。Cカップらしいですね。スミエさん、またスミエさんだ。またスミがいただきました。でもさ、スミちゃんだと一緒になっちゃうね。じゃあスミエちゃん、絵がつけばいいんじゃない？絵がつけばいいんじゃない？スミエちゃん、スミエちゃん、えちゃん。どんどん来ればどんどんこの曲が長くなるっていうことでね。はい、他にいないが、他にいないが。そういうことなんです。うん、もこのお金は漏れなく我々のね、明日への糧とありますからね。そうなんです。ありがとうございました。ありがとうございました。まあこのようにですね、やって、我々いろいろな、方々の芸風を取り込むことによって、大きくなっていこうかと思っておりますね。おひねり文化っていうのはちょっとやっぱりロックの中では初挑戦じゃないですかね、我々が。ああ、そうやね、本当や。やっぱり杉良太郎さんの域に早く行きたいもんだと思いますよね。俺はパンツなんか履かねえぜって言うんだって。かっこいいなって。いやもうなんか浴衣じゃない、中からこうおばさんが手突っ込んでくるらしいよね。マジか。そうなんだ、すごいよね。まあちょっとあまりちょっと下の方に行き過ぎちゃったかな。へえ、なるほど、はい。で、
3曲目にお届けするのが、これがあの高木さんのペンによるワイルドウィンドロードルート2999。これは前 の, あのスワンダフルが入ってるんですけど、そうです、ね、はい、入ってる曲を僕たち流にやらせてもらってますけども、これは、ね、あのどこでどう発表するのかはまだちょっとあれですけども、あのこの間ね、あのベッシーホール札幌で、札幌、あの皆さんのご協力を得てライブ一発撮りで、映像を抑えるという、荒技をこなしてまいりました、なかなか出来が良いようなので、なんかすごく良かったよ本当に、うん、僕はまだあの自宅で聞けてないんですけど、うん、これは良かった、はい、皆さん的にはどうですか、大丈夫ですか、ね、うん、あ、そうだ、乾杯するの忘れてたね、乾杯、これで、え、甘酒甘いお酒なんですけどね、ね、じゃあ、まあ、はい、高木さんの方からどうぞ。あ、それではこの番組を聞いている人たちとここにいる人たちだけの幸せを祈って、乾杯、乾杯、うん、甘いきょうは松川君が珍しくテレキャスで、テレキャスバキュン一本、ね、ここにあるやつをお借りしました、ね、あのなので、それに敬意を表して、僕も今日はあの歪み物を踏まないっていうことでやっていこうと思いますが、音が地味だったらどうしよう、大丈夫かな、誰かと同じギターだよね、これ、ね、きっとね、本当、うん、おあと松川君のボーカル、多分自分の返しがでかいだけだと思うよ。へい、すごいでかいよ、俺ね、自分の返しがね。どれだろう。あ、もう歌わないから大丈夫。あ、そうかそうかそうか。インストです。はい。はい。じゃあやってみますか。それでは行ってみよう。
はい、怪獣トーク、トークコーナースタートでございます。こんばんは。1ヶ月ぶりでございます。じゃあ改めまして、自己紹介スタイルでご挨拶お願いします。はい、ドラム王会大事です。はい、遅れて乾杯、一人乾杯されてましたけど、はい、ライブ中。はい、はい、ギターの松川です。はい、松川さんです。そして、はい、ベースの伊藤浩樹です。はい、今日も元気だぜ、伊藤さんです。はい、そしてはい、久保田春夫です。はい、よろしくお願いします。司会の山本です。よろしくお願いします。で、今日のライブちょっとカメラの見切れというか、あ、本当ちょいちょい気になりましたね。見切れてた最後のこのイントロで、なんかこの辺りでなんか、なんかが揺れてるような感じで、あのね、はい、なんか最近あの我々やっぱりあのアイドルとかも、はい、の感じもあのいろいろ勉強させていただいて、はい、あのこの、ね、バンダナですけど、はい、これをこうあの振っていただくっていう、はいはいはい、そういうところがなんか出来上がってるんですね、お客さんとのやり取り。なんとなく出来上がってきちゃいました、はいはい、その見本をちょっとスタッフさんがこの前でちょっと寝そべりで振ってくれたんですけど、うん、カメラ的にはね全然映ってなかったんですよ。さらっとさらっとなんかぼやけて、なんかぼやけてるのかなと。映ってないのがあれば、映ってはいけないのが映ってる場合もありまして、あのなんかね、久保田さんの下を、はい、腹ばいで行って、ほふく前進してるとして、スタッフさんも、それはがっつり映ってるって言う。あれはもう、ちょっとテレコにしてほしかったですよ。こっち側が映っちゃったという。なるほどね。そんなんありましたけどね。いやいや、今日はもう面白い、良かったライブでございますけども、前回やったのが9月10日ということで、その間にライブ4本回ってこられました。はい、横浜、札幌、浜松、静岡と。行ってきたんですけども、僕はその後半戦初日なんですが、横浜をライブ見させてもらったんですけど、見ているスタッフさん含めお客様含めて、もう非常にみんないいライブだったと。うん、まあ、あのお客様少ないと俺たちなんかすごくできる子になっちゃうんだよね。あれちょっと原因は何であんなにいいのかなって思って、少ないといいのか何なのか、久しぶりだからいいのか何だと思われますか。いや、なんだか少ないとね、こうなんか妙にクールでね、あ、もうすごい冷静なこう演奏になるんですよね。あ、なるほど、ね、うん、僕的にはなんかね、あの松川さんもおっしゃってた、この意外とこの配信番組でのライブ、うん、これが意外とこうそうしてるんじゃないかと。ああ、そうね、はいはいはい、そうそうそう、これ月1回ぐらいやってるんで、はい、それによってやっぱりなんか仕上がってくるってことありますか。うん、ありますね、そういうのね、うん、で特にほら俺はもうあの足元置かないからペンペンの音でやるので、はいはいはい、ここでやりながら、あ、なるほど、間違えてたんだ俺みたいな、ここで気がつくみたいな、なるほど、フレーズ違うんだみたいな、ここで気づくみたいな、なるほどね、そうそうそう、なるほどね。で、僕もね、まあまあこの大先輩の前に言うのもあるんですけど、ライブ横浜見てて、なんかね、しっくりくるライブやなという、なんか印象があったんですよね。ありがとうございます。お越さんどうですか、横浜ライブ振り返ってどうとかあります。いや、本当にクールで、演奏空気が出てましたよね、なんかね。何ですか、遠足、演奏の空気が出てました。ああ、なんか遠足、演奏空気が出てました。演奏空気、演奏、何ですかそれ。俗に言う、俗に言う演奏空気。よく分かりますね、ありがとうございます。でもほんまかっこいいなと思ったのは、1曲目始める時に普通の若手バンドとかああいうイベントとかやったらちょっとなんか音出してからさあせーのでやるんですけど、一切音出しとかなし、うん、ドーンで始まってバッと出るっていうか、かっこいいと。あ、そうだったんだ、へえ、かっこいい。そうなんですよ、ついつい若手バンドやってちょっとね、ドンドンとかジャンジャンとかジャンジャンとかやってからやるんですけど、無音状態でドーンってかっ、あれなんか決めてるわけじゃないですもんね。いや、全然示し合わせてない。本当にもう弾くだけ弾いてるから、なんかね、普段余計な音出さなくなったんだね。なるほど、芸人さんが家であんまり喋らないように、もうそんなにもう一切本当に音出るのかな、もうやんないで、もう出たって感じだね。なるほどね、そうですか。いや、てか僕ね、例えばあのゾクファニートリップかな、3曲目やったんですけど、曲中に初めて早く拍手したくなりました。早くもしてればよかったね。いや、でもそんなありましたけどね、うん、まあ、そんなあればちょっと和むところで、あのやっぱりその横浜ストーミーマウンテンで箱はちょっとキャパがちっちゃいんですけど、
トークがねもう皆さんも地声でできるというか、うん、もう皆さんねマイクオフマイクで喋り出してるんですよもうおかいさんに至ってはマイクがね壁に向いてましたから、ね、それで喋ってましたからしょうもおかい頼んますってのありますいやでもやっぱりそのあって横浜があったんです。続いて札幌に行かれまして、はい、ここで先ほどもちらっとおっしゃってましたけども MV 撮影もされたという、はい、そうです。これはライブで撮るって珍しいんじゃないですか MV を。そうね、あのだライブシュートはねそういうのあるけど、はいはい、なんかそれで演奏もそのあのなんていうんだライブカメラで入ってる音で出すっていうのなかなかないですよね。ないないない、はい、大体みんな静音するでしょ、はいはい、でなんかそうじゃなくてそのお客さんのわーだったりとかのそういうのも含めてその空気で撮るっていう、うん、へえみたいな。どうなのかなと思ったんだけどすごく良かった。良かったですか。良かった良かったですね。あ、ほんまですか。お客さんもやら満杯だったって情報が届いてるんですよ。あ、満杯ですよ。なんかいやらしいですけどあのバンダラもやら売れた言うて、うんはい、あ結構ねそのおかげでねもうこれから僕たちはアパレルで生きてるぞなるほど。 CD とかレコードじゃなくてもアパレルやと、うん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 、いやレコードもさなんか例えば1週間経つと音が変わっていくとかなんかそういうのがあれば何回も買ってもらえると思うなるほどなるほど。まあどんなファンの方でも買って2枚でしょう、うん、そうです ね買ったとして、まあね、はい、うん、まあ、そう今でも世の中的にね今そういう感じみたいよ。そうだからその、はい、メガデスっていうバンドのメンバーの人が俺らは物販バンドじゃないとか言って、えどうですか、もうそれでしか金稼げないから CD とか売れないから、はや、そう言ってるんですか。言ってる、もう、そのために営業してるんだ。あ、ほんまですか。だってエアロスミスなんかもう CD とかの新録出さないって言ってるよ。あ、ほんまですか、うん、はあ、あと逆にその自分の、ね、例えば久保田ハローっていう T シャツを作るよりちょっとしたギターのデザインした方が売れるとかね。あ、そんなことを言ってる人もいましたね。ーアーティスト名はあえて省いた方が売れてる。はいはいはい、訳分からないなって訳分からないよね、ほんまやね。ちなみにそのですねライブの MV も撮影したんですけども、うん、札幌ではそれとは別でロケで、うん、なんかちょっと台本やりました。何やりました。どうすればお母さんちょっと分かりやすく言うとどんな MV 撮ったんですか。俺が分かりやすく言うことだけど、はい、あの監督さんがいろんなシチュエーションをとにかく考えてらっしゃる、はい、あのね、だあのそれはもうあの飯島さんっていう、まあ、あの猿高名なあの CM とかで売れっ子さんの監督さんに全部お任せしてるんで、はい、僕らは役者としてこう合わせる構成に答えただけなんですよ。そうです。だどういうコンセプトでどういうものなのかっていうの僕らも知らないんです。あ、そうなんですか。うん、もうなんかそれであの V シネ出たみたいな気持ちになります、ね、確かにちょっと V シネというワードでいくとこれが結構ね V シネっぽい。これが MV 撮影中の一コマ。すごいよね。怖え。衣装もちゃんとこのアロハ的なというか、うん、おかえさんちょっとやばいですねこれ。ね、やばい本当にやばいよね。もう、うん、これ本当にこのお店目当てで来た女の子のお客さんとかパーッとなんかスーッと戻ってったりするんですよ。ですか。あのカプセルはね、はい、あの見えないふりして通り過ぎて、これはどういう意味合いの役柄なんですか。分かるわけないから。分からん、ほんまに分からないですよ。まあ、やさぐれた感じだね。そういう格好してやさぐれてろって言われた。そうなるほどね。やさぐれて意味するなんかお母さん職質までされたみたいな。あ、それはね、はい、それはあの飛んじゃってる。だからこの格好のまま、はい、街中で歩いてこうパフォーマンスするっていう、で4人並んで、はい、そのすすきのの繁華街を、はい、信号交差点も構わずこう、まあ、信号は守ってるけどもちろん、はい、それをこう横に並んでたら、はい、なんか横に並んで歩かないでくださいとかってなんかあ入ったんだよね、なんかそういうのね、通報がね、うん、でそれで通報多分した人がいて、休憩に入ったお店にパッとおまわりさんたちが入ってきまして、いたいたみたいな感じで、ほんでいろいろ聞かれたもんね。いや聞かれるまで言ってないけど、ガン見されたの。ああそうなんですね、うん、いや結構若手のバンドとかインタビューしてたら、もうビジュアル系とかも職質されるのが日常ですみたいな。ああやっぱりね、やっぱり多いんですけど、宮沢世代はそんなのないですよね。ないですね。ちょっと職質はされたかったね、見られただけだよね。どうせだったらね。そういや、なんか言いに来たのかなと思って、いや俺たまたまそのあるこう
量販店の、はいはい、あのピンクサイトってあるじゃないですか、あのカーテンで仕切られてるからね。詳しく教えてください。あのほら、いろいろね、はい、そのお道具が置いてあるところを俺は入ってて、で芝居の一環でね、そうそうスピーチをね、はい、で中見てはこんなん売ってんねんと思って、はい、外バッて言ったら警察官こうやって言ったから、はい、なんか聞くのかなと思って、別に何も言われずに言われなかった。ワッチングのみで聞いてほしかったら、いやワッチングのみでしょ、だって使う人いない、バカ野郎。取り突っ込みができる人なんです。ありがとうございます。え、ちなみにこれは何の曲のあれで撮ったんですか。これあれだよね、なんだっけ、歌いながらですけどね、よろしく頼むよろしく頼むと思います。よろしく、これよろしくだっけ、うん、これなんだっけ、なんとかって言いながら歩いたよね。いや、ファンキーファンキー言いながら、ファンキーファンキー、うん、だから多分よろしくだと思います。そうそうそう、うん、一方気になる写真、これもあるし、これちょっとカメラちょっとすみませんが、これどっかに食レポのメンバー写ってると思うんですけど、ちょっと見てる方わかりますかね、そうね、一番下の方に、これはハマってたよね、ハマってたね、食レポに行く時のシーン、黄色のシャツに赤いキャップ、うん、これどなたですか。大事さんですよ。出た、おかさん、これ何の役ですか。あのね、なんだろう、食レポ、ミミさんおっしゃってました、ね、食レポタレントさんの感じ、はい、本当は食レポの役だって聞いたんだけど、はいはい、どうやったって食レポ俺できる知識ないし、はい、食レポって雰囲気出せないと思ったから、はいはい、逆にそのあのワイドショーのタレントさんが食レポをやる担当になったやつを書いて、 それをまたやる、うん、まあそうですね、なんか、まあ、これそういうのはうまいんですよ。はい、ね、はい、じゃあこちらですよ。見合わせみたいな、うん、でもこれはでも MV やから音声を使われてないわけですよ。そう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 、あー、なるほど、残念、めちゃくちゃデタラメ言っててね。あ、面白い、うん、そうそう、あ、なるほど、そんなもんやったと。これ朝10時43分からやってるんだよ、これね。そうだ、もっと前から集合ですよ、うん、すごいですね、うん、この前にだって違うステーション撮ってるもんね。撮ってますね。そうそうそう、うん、あ、そうなんですね、うん、集合何時だっけ、8時って、えらい早かったんで、うん、これで撮影した後の楽しい一枚はこちらという、これラストの写真なんですけど、うん、何寿司だっけ、立ち食いのあれ、これはあのちょこっと寿司だね、ちょこっと、これなんか立ち食い寿司、こんな話ね、いいです。あれ、伊藤さんの横にいる綺麗な若い女性いらっしゃいますけども、あのね、あの連れ込みホテルから一緒に出るシーンの子、役の、まあ、女優さん的な、はい、そうそうそう、あ、そうなんですね、はい、もう芝居終わってんのにまだ引き続きなんかね、うん、いい感じの2人という、うん、その横にいらっしゃるのは監督さんなんですね。そうです、そうです。あ、なるほど、いいですね、楽しそうですね。じゃ札幌はいい思い出ばかりという、うん、まあ、そうですね、はあ、なるほど、わかりました。そして、その後10月入りまして浜松静岡と連続でやってきたという、でも静岡非常に面白い箱。ちょっと待って、そこにその PV を撮った俺とハルちゃんのところも触れてもらわないと。うん、え、何の役だったんだ。何の役だったかって触れて。写真ないもん。写真ないんですよ。とかしょうもちょっと変な。いや、あ、またダメなんですか。これダメです。ああ、ボケなんかわからないですよ、ね。ちなみにこれ解禁は来年の CD プラス DVD で。合体で発売で MV が見れるってことなのね。まあ分かんないんだけど、どうなるか。これもまだね。まだ商品のその形とかがまだ発揮してない。なるほど。それでそのワイドショーっていうところからの流れで、はい、ワイドショー。春尾ちゃんは泥棒役なんです。あ、レポーターやったけど泥棒役。はい、キャスターやった。キャスター役。はい。泥棒、そのキャスターがね、よく撮んねんって感じしましたけど、キャスターがもう番組の途中でね、うん、そのアシスタントキャスターとすれ込みから出てくるとこ、ああ面白い、もうスクープされた、面白いで焦ってるっていう、そういうシーンを撮ったね。見たい、早く。ああ、それは僕らも見れてないんで。ああ、なるほどね。泥棒役はどんなシーンを。下着泥棒ですよ。気になりますね。もう監督さんにすごい絶賛されて、とっても嬉しくなかった。そうですね、いいですねみたいなね。そう、いや、慣れてますやんとか言って。慣れてないんで。慣れてない。どういうシーンなんですか。泥棒って難しいね。泥棒、いや、まあまあ、だからあのそのベランダに干してある下着をいち早く取って、はい、そこから降りていくっていう。はあ、
2回設定か、実際に2回だったんですけど、で完全に不審者扱いされて、危ないですねそれ、うん、いやそのさ前の通り結構人通りあんのよ、はずいはずいし、こう行ってるやつがいると、はい、みんなこう見えるじゃない、人の親やのに、はい、人もしかもさ下着出てるんだここからあー面白い、分かりやすいように、はい、うん、ね、下手すら通報されちゃうね、大体的にはテレビのドラマ撮影で草もいっぱいおったらね、まだ分かりやすいけど、少ないから下から見たらね、うん、2人だけそういうふうにやばっ、ね、あ、ほんまにカメラは、ま、あの内側からのカメラだったね、うん、その内側から部屋から、ね、ああ面白い、素敵なショット、はい、窓越しにその俺ら2人がこういうふうに行ってくれとるっていうシーン、いやいやよくないよそれ誰家族誰にも見せられへんそれ何してやんのって言われてそうですか、うん、そんなを撮ったという、そうですね、わかりました、はい、ありがとうございます。そして静岡の箱がなかなか面白かったという話に戻りますけど、うんうんうん、はい、なんか細長い箱、うん、細長いんですね、あ、ね、思い出しちゃいました、うん、最終日面白かったです ね、はい、面白ですね、あのお客様もすごいあなんていうかフレンドリーだし、はい、よく聞いてくださってるし、うん、とってもいいなと思いましたよ、とってもいい感じで、あとオープニングアクトでそのお店のマスターの方がやられる、はい、このビートルズが絶品でね、うん、そうなんですか、うん、さなんかもうあの いわゆるビートルズカバーの、まフォークギター2本でおやりになったんだけど、はいはい、もうあのジョンとポールの住み分けもバッチリで、もうそのマスターはあのジョン・レノンに至ってはもうそのあのちょっとやさぐれたあのなんていうかイングリッシュであのロンドン語でやるじゃない、あ、はいはい、あのジョンって、はい、ロンドン語っていうかあのちょっと生意気っぽいというか、うん、はい、あの感じなの、それを寄せて歌ってちゃんとやってるの、おかえさんそれなんていうライブハウスですかそれなかなかいっそう、マコちゃん、マキタさんと、マキタさんとみっちゃんと、みっちゃんと、まっちゃんとこ、とこ、マキタさんとみっちゃんとこっていうところ、そう、あ、まさ、そうですか、うん、はあ、そんなのあった、素晴らしかったね、本当に、うんうんうん、ちなみにこうやって移動が多いと皆さん大変だと思うんですけどもやっぱり機材とかね、もうたくさんある中での旅っていうのは、うん、基本的には皆さん現地集合らしいですね、なんか。そうです、ね。そうですよ、うん。伊藤さんベースとか持っていくの大変じゃないですか。持ってかない。え？みんな現地で調達するの。これどういうことですか。あの現地の友達が、はい、俺が持ってるベースよりいいのばっかり持ってるやつがいいんですよ。ヴィンテージ的な。すごいですよ。すごい。それをその以外持ってきてくれて。そう。それを使うって。そうです。イコール手ぶらでいけるという。そうです。いや、それも全国です。全国だよ。全国港にそう素晴らしいヴィンテージベースがある、あすごいですね、いやあれさ、はい、あのあなたもそのバンドやってるか分かると思うけど、はい、あのね達郎さんのフォロワーって、はい、みんな社会的に成功してるんだよ、はい、ああなるほどあのさパール兄弟のファンとかってみんな大体あの頭いいやつ多いのね、学歴が優秀で、はい、でもみんなブルーワーカーになってる、あそうですか、うん、なんかあれ音楽とそういうのってすっげえ関係あるのかしらとか思ってなんか悩んじゃった俺、ああ考えさせられたと、うん、本当に、へ、達郎さんのフォロワーですっていうようなね、でそれでコキさんコキさんって言って、はい、もう下にも置かず、いやもうあの先生に持たせるわけにはいきませんなんて言って、ベースを担いでいる司会とかそういう感じ、司会ほんまですか、うん、もうびっくりしちゃいますね、うん、お会場はどうですか、やっぱりスネアとかペダルとかね大変だと思うんですよ、だってドラムですからね、そりゃそうです、もう本来持ってったら大変なわけですよ、そりゃそうです、だからスティックしか持ってないですね一応リーダーがそういう調子で、はい、そういう調子じゃない、だから行ったらマネージャーさんと一緒に、はい、だから一緒に行くドラムも余計なも持ってこないから、はい、用意してねってだから手配してくださって、でやっぱり行くとこ行くとこ自分が持ってるスネアよりスネアよりみんないいスネアお持ちだし、あと大体前に自分のスネア持ってったらメンバー3人に却下されました、この音ちょっとちゃうわって、これダメだって、あほんまで、それかじゃあスティックに命かけようかと、そんなかけてないです、あと忘れてはならないものがあるね、もう一個ね、あの靴は持ってくる、ドラムシューズ的な、ドラムシューズ、ドラムシューズそれとあの一応持ち運びをするんで、はい、匂い消しね、ほんまですか、匂い靴の匂い靴の消臭感がね
これが重いんですよ。そうそうそう。でも大地さんあれって機内あのなんだ持ち込めないんじゃないの飛行機だと。スプレーね。あ確かに。いや言われなかった。あら。あれ言われるよ普通スプレー缶は。じゃ普通じゃなかった。そうなんですね。エアスプレーと間違えられたのかな。あーですかね。いやいやそれもダメなんですね。ダメだよ。これからこの方ちゃんとチェックしてくださいね。空港の方ね、ダメだよ、そうですね。この顔見たらということで。でもギタリストこれマジで2人は大変という噂は聞いております。はい、これは大丈夫。あれ？これは大丈夫。なんでなんですか？え？旅慣れ？うん、全然大丈夫。あのコンパクトに。あんまりほらいろんな音使わないし、俺下手くそだから。別に、なるほど。適当に弾いてればいいから。ハローちゃん大変。セットがもう久保さんいろいろなんか多いらしいですね。いやだから全部合わせて いわゆるフルセットでいくと何キロだ、24、5キロあるんですよ。でまああのだ新幹線の時も必ずその前の便の時から並んで行ってからまた来るじゃない。そうすると先頭で行けるじゃん。はいはいはい。で先頭で行ってあのそれもあの1番か20番か一番後ろを取るようにしといて、はいはい、そこへこうあのアシスタント君と一緒にじゃあ、まあ、あ足元な俺はギターだからって言ってそれでバッてバッて。大変って伊藤さんどう思います？いやもうご苦労な。いやで飛行機のそうですよ、ね、そあれ知ってる？あの知らないです。重量一番リミットって知らないです。意外と 20.6 キロなんですよ。中途半端な、はい、でまああのこの間の札幌の時はこの足元のフットボリュームとそれからペダルは向こうで用意していただいて、これであとそのいつもこう入れてるのはその予備でこのボリュームペダルってね急に休止することがあるのね。だからその予備でもう一個いつも一度やってる。あと歪みもんとかまあレコーディングの時のためのとかにも入ってるんだけどそれも下ろす。これから他 あのバンドの譜面も下ろす。それであのいろいろこのバンドの譜面はこっちへ入れるとかやってテトラモンセットを作ってそれで持ってって乗っけたら21キロだった。ちょっとだけグラムだけ何グラムか。もうだからもうそれでボクサーみたいにおしっこするじゃないけどさ、はい、減量あのあまだこのあこれドライバーはいらないなとか、はいはい、でしまいにもあストラップはじゃあこっち入れるかとか、ギリギリ手持ち、あそれでや苦労されてるという、うん、もう嫌になっちゃいますよね。わかりました。まあ、そんな中ツアーがねまた始まりますんで、10月また、20日の長岡からまた行くわけですね、うん、小国音楽の森、うん、はいはい、あこれはこれ野外なんですよ、はいはい、でいつもやらせていただいてて気持ちいいんだよね。あそうなんですか。これはなんかあのただでも参加でただデモというかただの、うん、要するにフリーコンサートなんで、なんで、興味あって本当にいいのかなっていう方は一回来ていらっしゃって、うん、目撃していただければいいかと思います。10月20日でございます。そして11月に入ると九州熊本、11月3日熊本、うん、4日が広島、うん、そして11月9日横浜ストーミーマンデーとなっておりますので、はい、よろしくお願いします。ツアーまだまだ12月続くんですけどね。この番組が次回は11月21日の木曜日になってますんで、はい、それまでのライブはこれということになってます。いやこのツアーもね4月から始まってもう11月の告知してるってことですね。おかえさんもう4月広島カープのシーズンと同時に始まったんですけど ねこっちはまだ続いてますけどね、うんうん、広島ちょっとシーズン終わっちゃいましたけど、ね、そういやまあだからあのすごい時期にあれ何年かタームで全部もの考えてる。嘘僕ら毎年の前だと思ったんですけども、そういうちっちゃい考え方です。大きい方やな。なるほど。うん、いやまあだから大事さんなりになんで、はい、今シーズンはダメだったかっていう自分の責任を語ってもらわないといけない。じゃあ広島カメラ向かいですよ。広島の敗因はちょっと一つ。やっぱりしょっぱなに、はい、点取らせることができなかったんですよ。うん、それをさしてあげなかったのがやっぱり最後まで王を引いちゃってね。だから本当カープ内に謝んなきゃ。久保さんちょっと何を言ってるかよく分かりません。まあまあまあ分かりました。あと、お知らせとしましては第4号が、リリースが控えております。これジャケットだけあるんですけども、こちら、これ松川さん、はい、いつ出るんですか。俺か。俺がライブ中この前聞かれたんですよ急に、はい、11月の、はい、いつ18、いや
それは9月だった。13? 3? 3正解です。あ、実は3日文化の日、第4号日、文化の日だね。ヒッピーのじいさん、文化の日、ヒッピーのじいさんと夢で会えるからの2曲でございます、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まだまだね、レコーディングもね、冬控えてるって噂も聞いてますんで、それも含めての CD、DVD リリースが僕はちょっと待ち遠しいんですけど、お楽しみに。よろしくお願いします、はい。ということで、今日は全くコメントとか読んでないですけど、大丈夫ですか？ね、もういいですね。全く読んでない。すいません。なんか来てますかね。喋りすぎや。やりすぎた。じゃあこれコメント読める方どうなんだろうな。俺目悪いからな。じゃあコースさんちょっと、見えます？はい、目見えます。はい。やっぱメンバーさん呼んでもらった方がね、嬉しい。あれどこ行った？あ、これか、はい。気になるやつだけで呼んでいただけ、ちょっと待って、ちょっと待って。今ね、どうやって上を触っちゃったの今。なんか触っちゃったね。触っちゃった、触っちゃった。消えた。どうすりゃ上がるんだ？消えましたという。消えました。これかな？わかんない。あ、マック。ちなみに松田さん、今日のラブランのあのやつなんですか？デュエン。スカイドッグ。スカイドッグ。デュアンウォール。あ、デュアンウォールなの。今月ね、トリビュートをまたやります。あ、ほんまですか。カツオ。カツオ、これ気仙沼で、あのギターまで気仙沼行った時にね、はい、あのそこにあった T シャツ屋さんがすごくいい T シャツで。シャケ。カツオ。カツオ。おーおお。で後ろに気仙沼。あ、背中見てください。あ、本当だ、気仙沼って書いてある。気仙沼って書いてある。気仙沼ですよ。ちょっと今映ってますね。はい。カツオ。あ、なるほど。見えました、コメント見ました、どうですか。見ました。はい、間もなくですね、ああ岡本さんかっこいい、ありがとう。すみこさん間もなくですね、もうすぐだ。あとおひねりの渡し、ボキングのレインデーのおひねりの渡し方、はい、名前呼んでくれるのね。そうです、そうです。乾杯を、はい、呼んでもらっちゃった。あとツアーお疲れ様、すみえちゃんもね、それから、ツアーには大地の靴の匂い消し持ってって、まあ、持っててあげる。これどういうことでしょう。あれがどういうことですか。飛行機に持ち込めなくても大丈夫なようにしてくれるっていうこと。じゃあもしよろしかったら皆さん、あれです、あのなるほど、スネアを貸していただくと、スネアと靴の匂い消しと両方行くとこ行くとこで用意しておいていただけると、なんか持ってかなくて本当に幸せです。なるほど、以上ですか、大丈夫ですね。なんかよくわからんけど、このハートがハートがいただいてると。あ、ハートをいただいてると。そうそう、はい、あ、そういうことなのこれ、うん。ありがとうございます。じゃあ順番に短めで、おかえさんからまたいつものように視聴者の方にメッセージ何でも結構でございます。メッセージ。ライブ来てくれとか、レコード買ってくれとか。はい。そう、ライブ来なきゃダメじゃないですか。ああ、いいですね。レコードは4枚揃わなきゃダメじゃないですか。あれ、なんなんとかじゃないですかって最近言うたりするんですかね。で、自分もそういうこと言う方じゃないですか。知らんし、みたいなね。これ嫌いだのか。それいいとして。で、バンダナも何枚持ってたっていいじゃないですか。おい、しつこい。2枚以上振るとか、いろんなやり方があるでしょう。だから皆さん、本当お待ちしてます。あと最近させていただきますも多いですけどね。させていただきます、ね、若い方ですね、はいはい、そうなんだ、ツアー回らせていただきます、回らせていただきます、そうなんだ。じゃあ松坂さんお願いします。はい、皆様の街でテトラゴンは参りますので、バンダナ、レコード、レコード、あと、その前回の CD やらおひねりやら、一つよろしくお願いいたします。そして伊藤さん、もろもろよろしくお願いいたします。手抜き、はい。で、久保さん、はい、あ、まあ、とにかく一生懸命やっております。ライブとかもね、実際に来ていただけるのが何より嬉しいので、ぜひお運びいただけるとありがたいかと思いますけれども、どうでしょうね。あの、日時は出るんですか、これは。この後には日時は出るそうです、うん、はい、うん、あの、それで、あ、近いと思ったらぜひいらしてください。よろしくお願いします。お願いいたします。でもいつもこれライブ頭やってますけども、やっぱ僕スタジオで見てるんで、生音、生声とギターが弦の生の音しか聞こえないんですけど、うん、
今日はあのヒッピーのじいさんの久保さん の, あの滑舌の良さすごかったですね、うん、いやあれやっぱりライブでやるもんだね。あ、だいぶ慣れてきたというか、うん、前回らなかったの口が。あ、ほんまですか。で次だ次だ次だっていうのが次だ次だ次だってあれ梅雨みたいになってるから、はい、それが変わってきたというか、うん、というわけで以上第6回デトラゴン怪獣トークでした。ありがとうございました。さようなら。ありがとう。